はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの2問をやっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとかね、ちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では前回まではね、すごく大事な問題を取り上げてきたんですが、こっから今回と次回かの2本は結構実践向けです。学校の定期テストにも出る可能性があるんですけど、例えば模試とかちょっとこう難しい系のねテストとかにも出てきやすいです。実力テストとかそんなとこもね。で、まず問題こう3行ね書いてあるんですけど、右の図のように関数 y イコール ax、 まあ書いてあるね、この直線のグラフと2点 AB で A と B の座標が与えられてます。で、これは自分の、まあね、俺のこだわりなんですけど、自分がよく言うのは、こういう風にね、まあグラフがこう与えられてて、で、まあこうやって座標とか情報がここに書いてあるとき、そういうときは、ここに書いてある情報をこっちに移しちゃってください。で、どういうことかっていうと、例えば A が3の6っていう座標が書いてあるね。それを、ここに、もちろんみんなシャーペンでいいからね、色ペンつかなくていいよ。3の6って書き込んじゃう。B の7の0も一緒です。こうやって書き込んでおくんです。で、y イコール ax は書いてあるんで、別に書いてなかったら書き込んでください。で、なんでこんなことやるかっていうと、で、今回はね、情報が別に座標2つ分と、まあ、関数1つなんで、そんなに苦労しないんですけど、この先ね、この関数の問題って、中2、中3、もちろん高校に入ってもそうですけど、続いていきます。で、こういったタイプの問題ってすごく出てくるの。受験でも。よく出てくる。で、その時に、やっぱり難しい問題になればなるほど、ここの情報が増えます。例えば、座標が4つ書いてあって、関数の式が2個書いてあるみたいな。が、普通に出てくるのね。そうすると、こっち見ながら、こっち確認してってやっていくとね、時間がかかっちゃうんですよ。あれ、どれだっけ？あ、これ、これが、あれ、この式何？みたいな。なっちゃうから、ここにある情報を全部移して、ここだけ見れば、もう勝負ができるよっていう風にした方が、時間が短縮できる。そして、頭の中がスッキリします。考えるときに、ごちゃごちゃしないから。だから、写し漏れがあると困るんですけど、写してしまった方が、ね、解きやすいんで、ぜひね、やってみてください。じゃあ、行きましょう。まず1番、三角形 AOB の面積求めに行きます。で、これはですね、まあ、よく出てくるタイプなんですけど、三角形が、ありますよね。で、三角形の公式っていうのは、一応書きましょうか。底辺、かける、これ小学校でやったやつね。高さ、でも割る2でもいいんですけど、自分こっち使っちゃうんで、かける2分の1。これが三角形の公式です。で、大事なのは、どこを底辺にするの？どこを高さにするの？っていうのが大事です。こういう関数の三角形の面積はね。で、まず底辺から見つけてほしいんですけど、底辺は基本的に X 軸の上か Y 軸の上の線を使ってください。例えばこの斜めとか使っちゃダメです。底辺でもちろん使って解ける時もあるんですけど、技を使えば基本的には X 軸 Y 軸でいきます。なので今三角形 AOB なぞると、こことここと、ここですよね。三角形。今、P って2本目引いたのが X 軸に乗ってますよね。だから、ここを底辺にします。いいかい？で、今、座標が7の0なの。7の0っていうのは、7行って0。まあ、Y 上下は行かないから0だよね。つまり、ここの長さは7です。底辺。座標そのまま使えるからね。で、三角形の底辺がそこだったら、高さどこかって。高さは、一番高いとこから下ろした、この長さが高さになりますよね。まあ、底辺がここだったら高さはここだと。で、そこの長さは A の座標を使います。で、この時に注意してほしいのが、3と6、どっち使うのっていう。ここをミスらないようにしてください。で、この座標っていうのは、こっからね、3の6なんですよ。意味としては。3の6。いいかい？右に3行って上に6上がってるから。だから、3、6なんて今やってるように、ここは6になります。ここが3だからね。3の6です。つまり、底辺7、高さ6って分かるので、
底辺かける高さかける1/2。これ忘れないようにね、結構これ忘れちゃうんで、テストの時テンパると。いいか、もったいないからね、1/2忘れるの。で、これ計算すると、21と、なって、これで終了となります。で、小学校の時、三角形の面積とか求めると、平方センチメートルとか、まあ、ほぼ平方センチメートルだよね。平方メートルの時もありますけど、をつけますよね。だから、どうしても癖で、ここにね、平方センチをつけたくなるんですよ。でも、今回ね、問題の中に、センチメートルって何も書いてないでしょ。書いてないときは、これ単位つけなくて OK です。だけど、つけちゃダメです、これ。だから21でいいの。でも、もし、問題文の中に、センチメートル使ってくださいね、みたいなのが書いてあったら、つけてください。平方センチメートルって。そう指定されることもあるからね。いいかな。ひとまず面積は、こういう風にやりましょう。ここすごく大事です。底辺をね、軸に、軸の上を底辺にするっていうのを覚えておいてください。で、2番いきましょう。これ、どうしようかな。こっちでいいか。で、次が関数 y イコール ax、あいつね。この直線が今出した三角形の面積を2等分。これ、つまり半分ってことね。2等分。半分にするとき、a の値求めなさいっていう。で、今これ、一本ね、試しに引いてありますけど、これ半分なってないよね。多分下の方がでかい。見た目的にも。で、大事なのは、この面積半分って問題もすごくよく出てくるんですけど、どこを通れば半分になるのかなっていうのを考えます。いいかい？どこを通れば半分になるのかなっていう。で、ちょっと説明長くなって申し訳ないんですけど、例えばね、こういう三角形が、あるとします。いいね。で、こいつの面積半分にしてくださいって言われたとき。で、しかも、ここを絶対に通る直線で半分にしてねと言われたとします。だから、ここ通んなきゃいけないから、こういう直線もあるし、こうもあるし、こうもあるし、こうもあるわけですよ。で、その中でどこ通れば半分なのかなってなったときに、これはですね、結局、ここをね、通んなきゃいけないんだったら、ここの線分あるよね、この長さ。こいつのど真ん中を通ればいいの。こいつの。いい？ど真ん中。通る直線にすれば面積が半分になります。なぜかっていうと、これはですね、半分にすることによって、底辺が半分になりますよね。さっきも言ったように三角形の公式っていうのは、底辺かける高さかける1/2です。底辺が半分になれば、当然面積も半分です。しかも、左の三角形と右の三角形、高さ同じなんだよね。高さは変わってないから。だから、底辺を半分にすれば、面積も半分になる。いい？これが大事。ここの線分の、ちょうどど真ん中。このど真ん中のことを中点って言います。中の点で。ど真ん中をね。入ってるかな？あー、ちょっとギリだけど。ごめん。もうちょっとね、際どかった。いいね、中点。と言います。だから、今の問題に戻りましょう。今の問題は、y イコール ax、比例なので、原点を絶対通んなきゃいけないんです、ここを。ここを通るってことは、じゃあ、ここを半分にすればいいんです。ここのど真ん中。この辺かな？を通ってくれれば、面積が半分になるだろうと。じゃあ、ここの ab の中点。ここの座標が欲しいんです。いくつのいくつなのかっていう。で、この中点の出し方は決まってて、これ必ず覚えましょう。これ楽だから覚え方。どうやるかっていうと、中点っていうのは、今 A と B の中点ですね。ど真ん中を出したい時は、X 座標を足します。その A と B の座標。3と7だよね。10。それを2で割ります。いい？だから10を2で割るから5なの、X 座標。で、y 座標も同じです。6と0足して6。それを2で割るから3なんです、これ。これが中点の座標の出し方です。これこの先も使えるからね、ぜひ覚えておいてください。なんかね、参考書とか見ると、ここがね、なんか座標書いてあったら、例えば2分の、なんか x1 足す x2 みたいな書き方をされてると思うんだけど、まあ、自分ちょっとそういう説明しないんで申し訳ないんですが、AB の中点出したかったら X 座標、Y 座標それぞれ足して2で割る。いいね、それって覚えましょう。で、話を戻します。
結局なんでこれ出したかっていうと、y イコールこれ ax なんだよね、今。y イコール ax が、ここを通る。5の3を。通るってことは代入して OK だから、y のとこに3、x のとこに5を入れると、こうなります。で、これまあスペース空いてるからね。右辺と左辺、丸々入れ替える。入れ替えるとき、丸々入れ替えるんだったら符号変えなくていいからね。で、5が邪魔なんで、5で割りましょう。そうすると、A イコール5分の3です。で、これ A 求めたら、これでも終了だよっていう。こういう感じになります。だから、見た感じ、最初ね、問題難しいと思った方いるかもしれないんですけど、計算自体は本当これしかないの、この問題。でも、初見というか、やり方を知らない方は多分手が出ないです。中点の出し方とかね、気づかないとね。でもさっきも言ったように、この知識は2年生、3年生になっても使える知識です。似た問題見るからね、この先も。なので、ぜひね、このやり方覚えておいてください。では、今回はね、この2問をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。比例反比例の文章題ありますかっていう質問をいただいたので、左に再生リストを載っけてあります。その中にね、文章題がっつり取ってますので、よかったらそこでね、見てみてください。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。